くにしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。軍の攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったらあんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん。セラー。一緒に帰ろうな。離せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空を守って。使命が、それがお前の使命なのか。分かった。任せろ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。セラ。ルシの使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。よく頑張ったな。頑張っただと。ふざけるな。セラは、セラは生きてる。伝説だ。ルシの伝説だよ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく女性地点に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ谷が続いた。帝国通りに方向でした。かけらも残すな。アルシの二物は殲滅だ。
題はハルスの奴らを国軍から消すことだ。運ぶも殺すも変わりしねえ。早く逃げなきゃ死んじゃうよ。に会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシーにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、これがファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が、ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん、こいつのせいでパージが起きて人間同士殺し合いだ。セラは国運を守れと言った。こいつを倒せってことだ。人がファルシに勝てると思うか。セラを私に言い残した。どっち。付き合うぜ。素人が邪魔じゃなけりゃな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。